はい、じゃあパート4ですかね、やっていきましょう。はい、ね、まあ、いい感じに世界が崩壊してますね。さあ、前回の続きだったらマズーリに行くべきです。マズーリ、マズーリ右下ですね。あ、ありましたね、ここですね。もう一個下です、マズーリ。マズーリさあ、マズーリは確か始まってすぐに戦闘だったはずですが、まあとりあえずビレッジに、とりあえずビレッジに、はい、マズーリ場所的にさあ、ね、すごく離れたこのマズーリというところまで約5秒。はい、おっとおっと、ご…なんだこれは、なんて読むんだ、ご神、ご神木の前、ご神木の前。はい、まあここから始めろってことなんですかね。ここから始めるべきなんでしょうね。じゃあ行ってみますか最初に訪れましょう。誰もいないようだ。さあ、なぜ誰もいないところにわざわざ行くよう仕向けるのか。次は狩人の家、物見櫓商店前。バックバックバックはダメでしょう。ここまで来たら引けないでしょうね。さあ、この場合はどっからでもいい感じだ。じゃあちょっと商店、お腹が空いてきたんで、なんか食べるもん探しましょう。違う商店。さあデジャブですね。真夜中だからかな、誰もいなくて寂しいね、ソニック。さあ、商店もまあ時間的に空いてないと。じゃあ狩人の家、ハンターの家、誰もいない。おっとここしかないじゃないか。物見櫓。はい、さあ、誰かが監視していないとおかしい。誰もいない、誰もいない、監視すらサボっている。さあ、このあれ、ソニック、あそこテイルスが言っていた穴って、あそこ、ウィステイルスの言っていた怪しい穴ですね怪しい穴。おっと、テイルスが言っていたカタカナで怪しいだった。しかしこっちはひらがなだ。違うんじゃないかしかし行くしかない。いやー、マスオ君、これは怪しい穴だよ。おっと、怪しい穴、中研究所。なんて近代的なんだろうね。助けに来ましたよ、ご無事ですか教授あー、教授の声どんなんがいいんかな。ご覧なさい、このクズ。サンドイッチといえばパンはきっかり5ミリ、室温で柔らかくしたバターにからしを小さじ1杯、具材はスライスしたきゅうり、これが切ればいけませんよ。5ミリって薄くないか、ちょっとそうでしょ、テイルス君。勉強になるです。教授、相変わらずですねところで、こちらに何のペアですか。ここにまずいサンドイッチぐらいしかありませんよ。いや、助けに来たんですけど。そうでしたか。これは失敬。では早速こちらのシェフ、サンドイッチの何たるか教えて差し上げねばなりませんね。かっこ物理。教授、それはまた今度ね。エッグマンの手下どもが集まってくる前に脱出しているとしよう。もうそうですか。でもそこの金庫の中身も持ち帰らなくてはなりません。金庫破りファルコパンチしかも金庫が綺麗に分解されましたよ。なんでしょうかね、あれは。その書物こそ世界を救う唯一の鍵なのですよ。では諸君、急ぎましょう。さあ、急げ。渡してくれているのにそれを受け取らない教授。あんだけ手を伸ばして渡そうとしていたのに。教授、これ食べる？これはいただきましょう。地味に役柄が合っている。いただかない。はい。さあ。この古文書はガイア文書と呼ばれるものです。今より数万年もの遥かの過去、この星に起きた異変についての伝説が記されてます。言えんじゃねえよちょっとピックル教授にさ、海王様入ってるよな入ってるよな、マドエさんの真似の仕方。しょうがないよ。異変の原因は星の中心核、超エネルギー生命体、ダークガイア。なぜか省略する。上の行省略した。
これこそが現在この星に生じている異変すべての原因なのですよ。どうすればそのガークがやってやっつけて星を直せるんですか。浮いてるな声が。蘇ったダークゴイヤーはまだ不完全体です。おそらくドクターエグマ無理やり目覚めさせたせいでしょう。今のうちならばエメラルドスプラッシュの力で星を直せます。断定になったと可能かもしれませんってだけあったのに。きっとそうなんでしょうね。そうであってほしい過去願望。星の力がエメラルドスプラッシュを癒し。もう疲れたよ。長いよこの回。長いよ。終わったのにもかかわらずまだこれで開票がある。ではガイア神殿はどこにあるのか。ガイア神殿の場所を特定するためにはガイア文書の解読が必要でござんすな。研究の結果、マズーリのどこかにガイア神殿への道があることが分かっているでおまんがな。さあソニック君、我々同様エクマもガイアマもガイアマもガイアマも神殿への手掛かりを探しています。ダークガイアが今ファン、はい。さあ始まってまいりましたソニックアドベンチャー実況4パート4、間違えました、パート 4 B パートを行きたいと思います。よっ。さあせっかく3回練習したのに噛みましたね。入念にやってみたのに。さあ次は下の通りマズーリに向かいましょうと。マズーリ、前回の記憶があやふやの中プレイ。前回は最後ピックル教授がさらわれてあるやつ。お、言えた。おソニック、向こうでヘンテコなヒゲのおじさんがさってわからないんだ。確かウィスパーでしたね、チップは。そうですね、ウィスパー。もしかして、あれはエッグマン、ウィス違う。お、これも、エッグマンやってあげよう。大塚宝中さんでやりたいと思います。はい。ちょっと奇妙な踊りですね。なんだお前たち、なんだお前たち、無理、笑い声無理。善良な村人の諸君、おとなしくしていれば危ないことは何もせんよ。さあガイア神殿の場所を教えてもらおうか。絶対まこれ似てないな、なんかおかしくなってきた。お前になきゃ教えくん。強い。こうなったら力ずくでも切らしてくれるぞ。あ、言うの忘れてた。ソニック、これのどうしてもな、ソニックって言うとエッグマンに近くなる普通に。はい。やはり来ておったか、しぶといハリネズミが。こんなとこで何してんの。こんなとこで何してるんだ。お仕切りはないわい、わしは忙しいのでな。アディオース。見せる気がない途中から。ずるいぞ。それよりみんな無事か。確か前回ソニックは無駄に渋い声でしたよね。まいったな。私これ覚えてますよ。まいったな。さあ、はい、さあまずはご神木でいいのか、読み方。前、ご神木の前、エッグマンを追いかけるための情報集めですね。はい、その通り。はい、グレック。これも顔的に声決まる。ソニック殿と申されますか。おかげで助かったおい。じゃあそっちのグーじゃあ。自分の名前が言えないのか。あなた方は村を救った英雄じゃ。できることであれば何でも相談に乗るぞい。ガイア神殿について何か知らないか、ちゃんと。あんた方何者かしら知らんが、少なくとも悪い心の持ち主ではないことは間違いないようじゃ。なんでそんなことがわかるかって。野暮なことは聞くではない。その手に持つ石眼が証明しておる。カチャカチャ。ほれかせいじゃ、どうじゃ器用なもんじゃろ。これは星の石板といってな。アフレコ疲れんだよ。この石板をガイアゲートにある星の扉にあべ込んでみなされ、ガイア神殿の道が開くはずじゃ。世界のあちこちにわしのような星の石板の守護者がおる。道に迷った時は探してみなされ。なるほど。
第一大陸、星の石板を手に入れました。なんでこれこんなうまいこと言えんやろ。わからへん、そこだけはな、いつもうまく決まってるよな。マズーリ第一神殿ガイアゲート、こっち側からのスタート。さあ、すごく暗いガイアゲートです。暗い、この扉まだ開かないみたい。ミススニビお、これは望みがありますね。もうそろそろ行きますね。さあ、もっと探しに行けよ。なぜキレクチョウなのか。じゃーんじゃーんじゃーん、あの扉光ってるよソニック、あの扉光ってる。ミス行けよ。なんでそんなにキレクチョウ。さあ、星の扉を開けました。こいつ実はどこもずれているぞ場所が。ソニック、これちなみに変な小ネタみたいなんがどこ行ってる。これ今の同じ原理なんですけどね、はい、あのバックに、あのバック緊急回避をしながらここに入ると戻ってきますよ、こっち側に最後歩いて。そうなんですか。お、トゥルルル、姿が戻ってますね。もう追いついてきましたね。さすがやっぱドクターエッグマン、ドクターエッグマン、ね、もう追いついてきよったか。だがこの先は通さんぞ。あの飛行機は、飛行機、飛行物はどうやって飛んでいるんだ、こっち向きに。なんだなんだあれ、いけ我が技術の結晶、エッグビートル。シャキーン。強そう。ドンドン。ナウローディーン。あの強そうな虫。ちなみにこの戦闘 S ランクの2分20秒を過ぎると一発で C ランクに落ちます。さあ、いました。さあ、コインじゃない、また間違えた。リングを取らないと攻撃すらできないことになりますね。ああ、まあ、A のホーミングアタックでも攻撃はできるのかな。ああ、今のジャンプで受けないと。ああ、と、できるみたい。ホーミングでもできるみたいですね。まあ、ブーストの方がダメージがでかいんで。なるほど。うい。当たってません。何がヘイなのか。何がヘイなのか。完璧。さあ、方向は 3D ではなく、うん、2D 横スクロール画面に普通に当たりました。避ける気が全くない。なるほど。さあ、避ける気が全くない。いや、避ける気はあるんですよ。死にました。ええ。さあ、最初からです。はい。リングが0枚の時にダメージを食らうとソニックは一撃で死ぬことになっています。なるほど。これがソニックの要は体力なんですね。そうです。今体力は13。しれっ。さあ、こうやっても一回食らうごとに1枚ではないんで結構一気になくなるんでね。ただ初期のさ、10枚ぐらい減るんですかね、一回で。まあ、はい。初期のソニックはね、一回何かあったら0枚まで減るんで、こっちはまだ優しい方なんですけどね。いやいや、優しくはない。全部は減らないあたり、まだ優しい方だと思いますが、普通に当たってます。いや、飛びました、僕。さあ、ここで食らったら死にます。おお、ギリギリセーフでした。リングが取れていたようです。さあ、危ない。早くリングを取っておかないと。リング。よしよし。さあ、マズーリでの戦い。ちなみにマズーリのステージはこれだけです。これだけですか。さあ、あと2回か3回といったところですかね。なかなかいいタイムが狙えるんじゃないですか。まあ普通に考えれば半分現在で体力半分切ってますからね。さあ追いつかない。オーマイガー。さあ、これは失敗したのじゃないか。あと1分。いけるよ。さあ、これは、あ、これは最後の一機です。ここで死んでしまうとゲームオーバーになります。僕は気づいた。
コインさえ取れば死ぬの平気な気がするとかって言ってる。ここもカットされる可能性がそれは厳しい。僕は何のために戦っているんだ。もうでもおそらく一回無駄。あ、今の何入ったんだ。初めて知ったそれゴリ押しですねあれダメージ入るんや。初めて知った入った今追い打ちしたよな追い打ちダメージ入るんや。それでこんな早くできるんか。自分これ自分より早いぞペース。あーやったーねー。これ最短記録1分40秒ぐらいなんでね。おってことはってことはあっこれダメージ入るの初めて知りましたね今。いやーやっぱり人が必死になると強いですねあれが教授の言ってたガイア神殿ってやつか。よし行ってみよう。よし行くミス。さあ抜くミス。さあ凄まじい跳躍力、そして着地先に足が折れないのか。でも片割れは飛んでるだけだからね。なんとも薄暗いガイア、これがガイア神殿じゃなくてこれなんだったっけ、神殿？ガイア神殿じゃないんですかこれは。さあまあ何でもいいです。スニーク真ん中に変なもんがあるビス。さあ何でしょうかこの台座は。何かはめるような黒い穴が。黒い穴が。おいチップ待て。いきなり触ったら。いきなり触ったら。さあこのチップの足でまといかん。いらないことをするやつ。そのくせ前に出て。誰よりも真っ先に何かしでかしに行く。誰よりも前に出て何かしでかしに行くというだけですね。ドラゴンボールでいう誰になるんでしょうかそれは。何これ。前に出てしでかしに行く誰ですかね。前にしでかしに行く、まあ五点トランクスのチビ二人ですかね。まああの二人はいらんことばっかしますからねそんなこと言ったらね、僕の友達なんてクソったりしかいないですねやったー、カオスエメラルドが、カオスエメラルドが、それでドクターエクマンが占領しようとしてたんだな。それでドクターエクマンが占領しようとしてたんだな。ゴゴ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 。ちょっとこれ最初から思ってたんですけど、なかなかまずいみたいですねこれ。まあでもくっつきましたかね。逆にここがものすごく陥没してることになってしまうんでね。これ第一大陸が元の姿に戻りました。よしおめでとうございます。ひとえにソニックー星が、あ、違う、星が壊れた星が元に戻ったんだ。ビンゴビンゴ、大当たりだ。テイルス、これ見て、なんかな、口調が合わへんな。これ見て、口調が合わへん。これ見て、え、それ、この調子でどんどん星を求めしていこうよソニック。星のパズルとは面白くなってきたぜ。ぐるっと世界旅行でもしようじゃないか。ソニック、すごい、大陸が元通り、教授が言ってた通りになったウィスね。ん、あれ次どうするんだっけ。チップ教授の話忘れちゃった一度スパゴニアに。うん、ものすごいチュートリアル感がしますねこれ。さあとりあえずもうちょっと時間の都合でここ一旦切りますかね。そうですね、次はまたおそらくアフレコ祭りから始まると、はいアフレコ祭りから始まると思います。覚悟しろということですね。はい、次はまあスパゴニアに向かって、アフレコ祭りからの次回のお楽しみに。 See you next time!